はい、あどうもこんにち は, こんにちはお会いできました。 ありがとうございます。お願いします。今日はよろしくお願いします。キスですか？ピンギス。やっぱこの際だよね。おはようございます。片腕釣り師ジョイアンです。本日は2023年、5月13日土曜日です。時刻は今午前7時半です。はい、本日の釣りは淡路島で、もう今すでに淡路島着いております。これ海岸、洲本の海岸通りで、本日の釣り場はおよそ洲本じゃなくて由良にある、お石崎っていうところで、今日はキス釣りをする予定で今向かっております。で、今日の釣りは、釣り、YouTuber さんの、おだっちさん、おだっちさんとの、コラボ釣行になります。もう、先ほどまあ連絡したらおだっちさんはもうすでに釣り場の方に釣れるということで、まあ現地集合なので、あとそっちのここからだとあと20分ぐらいで着きそうなので、まあ7時半な7時50分、まあ8時ぐらいからのスタートということで、キス釣りを楽しみたいと思っております。もう一番心配だったのは天気なんですけども、今は晴れてます。今はこれ多分まあ、前回の釣りの時も同じで、午前中は多分晴れてると思うんですよね。まあ午前中というか、11時ぐらいですかね。また、まあ、そこからおそらくまあ曇ってきて、早ければ昼過ぎにはもう雨が降るというような予報になっております。まあ、夕方から夜にかけて雨はもう間違いなく降ると思うので、まあ今日の釣りはね、なかなか、次の移動してまた釣りっていうのはちょっとね、時間的にもちょっと難しいと思いますので、まあここでの釣り、お石崎での、まあ、キス釣りのみとなると思うんですけどもね、まあ状況によれば、どっかまあもう一箇所行けるかもわからないんですけれども、まあ、とにかくまあ、雨が降らないうちの、午前中にお石崎で、キスを釣りたいと思っております。はい、思っております。それでは待ってるんで、今から、お石崎の方へ向かいます。また着いたら、させていただきます。着きました。ああどうもこんにちは。こんにちは。お会いできました。ありがとうございます。お願いします。今日はよろしくお願いします。今これ動画撮ってるんですけども、はい、まあ別に全然問題ないですよ。はい、全然こっちも撮ってるんで。やばいとこだけちょっとまあ、はい、何時に着きたんですか。7時前ぐらいですね。あ、ほんまですか。ちょっとあの周りの景色見てて、あっちのそうですね。外側も見てきてあります。ちょっと荒れ気味ですね。あ、やっぱり風があるんで。こっちはまた多分ね、穏やかなんで、行きそうな感じなんですよね。はい、まあ、ここでやりましょう。キスあっちよりもね、こっちから、こっちぐらいが多いんで。ですよね。僕、前、去年来た時、ここですわ、ちょうど。はい、ああ、この辺ですか。うん、ここ、ほんまここ、もうこの駐車場の真ん前で。で、向こうは全然行ってなかったからね、全然知らないんですよ。あの堤防とかあるじゃないですか。あっちまでは行かなかったから。で、なんかね、いいな思ったのが、あっちのなんかちょっとこう入り江の船止まってるじゃないですか、はいはいはい、なんかあの辺ね、なんかいそうやなっていうような、こう向こうからこうね、下から行けるのかどうかちょっとわからんですけど、ね、これ今潮入ってきてますもんね。そうですね。
何しかもう天気がね、天気が2時ぐらいから雨みたいなんで、みたいでしょ。まあ午前中なんとか行けそうなんで、ね、なんとかね、この辺でちょっとやってみましょうか、うん、やりましょうか。はい、じゃ準備しましょう。よろしくお願いします、はい、お願いします。まあ、そうですよ、ね、一緒ですか。一緒ですね。雑草が茂ってんな。よいしょ、うん、気持ちまだちょっと冷たいですね。冷たいね。では、入れとく。一応測ってみよう。表面の温度ですけど18度。まああんまり当てにもならないですね。だいたいのまあ7から8の間ぐらいですね。7はありますわ。そうよね。さあ歌ってか。針はね、6号。うん。ちょっとちっちゃめでいきます。ここあんまりね、サイズは多分。出ないような、一応6号と7号と、自作なんですよ。僕餌のね、つけるのが2本針3本針はもう大変やからね、1本針にしてるんですよ。で1本針でなかなかこう打ってへんでしょ、短いね、打ってたってね。だから自分で巻いて作ってきましたわ。針数長めにとって、いやでも50センチちょいぐらいやから、まあ市販のやつが45ぐらいやからね、うん、まあ、ちょっとだけ長いぐらいかなっていうぐらいでね。てかもう完全にもうあれですよ、ほんまの、自作です。こんなんですよ。なんか重りもこんな、こんなもちっちゃいもんで、ね。ああ、なんか重りつけて。この絡まんようにこのパイプを入れて。はいはい、
入り込む向こうなんですよ。あ、どこぐらいから。もうこれぐらいが。一本針の方が手返しいいでしょ。そうなんですよ。だからあの堤防やったらね、これやったら多分ねかなり引っかかってね、根掛かりとかやったら。根掛かりすぐしますね。ここはもうまず根掛かりしないんだよね、うん。手前のもうその辺に引っかかるぐらいやからね。まあ前やった感じではまず根掛かりなかったからね、うん。だからできるだけそのテンションかからんようにして。ああ、なるほど。あ、思った重りやったらね、わからないじゃないですか。わからないですね。ああ、当たりが。絶対軽い方がいいんですよ。うん、軽かったらね、やっぱりちょっとグッとやってたら、やっぱりこの若干その起伏あるところで、ね、はいはい、テンションかかるから、はいはい、その辺に置いといたら結構ググンと来よったからね。多分、去年来た時なんかもうここで泳いでましたよ、キス。ほんまに。ほんま、あのそこ泊まってるね中学生がね、はい、キスオールキスオールって言うから、そんなわけないやろで見に行ったらほんまに何やそれすげえ毒やな、うん、当たりあります？あ、ほんと？石5回から。5回ですね。あ、うん、早い、石5回。うん。うん。よいしょ。うん。ティーポート。うん、あの南港店って言ってねあるんですよ。マックスはね少ない絶対少ないですよ。いや、まあ1000円買って、え、これで1000円ってちょっとほんま文句言いたないぐらい。いや、これで1000円はちょっと詐欺ちゃうのっていうぐらいほんま少なかったな。ティーポートはね結構多いんですよ。こんな感じですが、これで500円やから、ね、まあまあでしょう、はいはいはい、ティーポート多分これぐらいですよ。ああ、そうなんですか、うん、だからもうええー、と思っていや、それはちょっといくら値上げの時代言うでもちょっとそれはあかんやろ
マックスは高い。うん、青磯麺もこれね中のサイズで、あこれで500円です。あ安いですね。まあまあでしょ。まあまあいい感じの息もいいですね。まあまあです。これで中やからね。あ、うん、太えたもっともっと太いから、ね、それはなんもなんでもちょっとキスにはねこれより細かって見えねえけどね青磯麺という感じで、うん、リードこえっと、よいしょ。感じで動いてる。だからお前たち、あこれ青磯麺の青磯麺の方やな。溝が深い方や。だからつけにくい。けどつけてやる。4、5回、ちぎれた方が。よいしょ。では僕も一投目やらせてもらいます。これテンションかかってる。ん？何やこれ。はは。なんかある。釣りにくいなんかがある。これ何やろ。ファー。なんか引っかかってきよう。これはあれやな。取れたのか。取れた。
あ、ガッチョ。当たってた、これでしたね。おめでとうございます。坊主のガレで。着水と同時に。キスですわ。ピンギス。やっぱこのサイズやね。12、3センチですかね。いや、ないんちゃいますこれ。多分。あ、これちょっと測ってみましょうか。軽量台。逆か。本命。よし、見させてよ。11.5 ですね。かわいい。坊主逃れた、ありがとう。石豪快ですか。石豪快、めちゃくちゃ小さいあたりですよ。これ、ま、多分ガチョかな思ってたんですよ。なんか一回ブロンとあったけど、ちょっとキスのあたりとしては弱いな思ってたから、なんかかかってそうやなと思ってたから、多分同じようなガチョやと思ってたからね。まあ、何度か本命釣れてよかった。写真だけ撮ってお帰り願いましょう。よし、そうですね、多分20m ぐらい、 30m ぐらい投げて、ちょっとずつ寄せてきて、 30m ぐらい投げて 5m ぐらいのところでなんか一瞬当たりがあったから、はい、大きなって戻ってきてちょうだい。珍しくクラゲがいっぱい上がってますよね。上がってますね。ねえ、これ時期早すぎるもんこれ。まだそんな水温も上がってないのに。あ、釣れました。あ、本当に？それは良かった。近くか。あ、根掛かりやな。こっちは根掛かりが。これもクラゲがおるかな。
よいしょ。あ、ほんまですか。何センチぐらいのやつでした？12センチぐらいです。ああ、一緒ぐらいの。向こうどうでした？向こうね、やっぱりね、石がね、かなりあります。で、引っかかっちゃう。で、こっちより大きいです。はい、だから、根掛かりの可能性が高いですね。これはなんかついてんのか。うお、フグでっか。驚きですわ。結構でかい当たり。おおおお、ノクシロ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 、食い込んだか。よし、ノックはしてるぞ。え、こんなとこで、マジか。あ、こんなとこやった。うわ、追いかけてきてる。フグ。あ、ちゃうわ、これアイナメ。アブシンちゃいますこれ。新子アブシン。あ、そうですね。ねえ、アブシンね、これ。そうですね。これを追いかけてきてた。もう一匹多分同じやつなのかな。こんなもん。一応前ないな。写真撮ったるわ。このサイズばっかりやな。12センチ。これがアベレージやな、ここの。じっとしようよ。インスタ用にアイナメの進行11センチか。もうちょいあるのか。12。これはね、自宅の方で今、動画を撮っております。というのは、先日、先週の5月13日土曜日、おだっちさんと、淡路島の方で、コラボ動画、撮ってきましたけども、その時の、最後の挨拶の動画撮ってませんでしたんで、急遽、今、これ自宅の方で、撮っております。なので、ちょっと、場所はおかしいですけれども、ちょっとここで撮りたいと思います。はい。
動画の方には、なかったんですけれども、あ、本編の動画では、ね、撮れてなかったんで今説明しますと、こちらの方の、この、キスの仕掛けと天秤、これは小田市さんの方からいただきました。ありがとうございます。お礼が遅れました。はい。で、まあ最初僕はフック付きの重り、まあ単純なやつの一本針つけてまあやってましたけども、で針はまあ6号の針を使ってやってたんですけども、まあ6号だから、まあ針が小さいから当たり もう結構もう俊敏に分かって、まあ結構ずっとまあ当たりはあって、まあ最初にキスが釣れて、その後なんかまあやったかな、アイナメかなんか、まあ、小さなばかりですけどもね、まあ、一応は6号の針で、釣れてたんですけれども、まあ、6号自体の針3本しかちょっと用意しなかったんで、というかまああそこ砂浜なんで、まあ、まず根掛かりはないと思ってましたんでね、まあ、3本あったら十分だろうと、まあ、あとはまあ7号になるんですけれども、まあ、共にまあ自作で作ったやつなんですけれども、針がね、かなり細いんでね、折れてしまうんですよね。だから、魚かかった時に外す時にね、全部やっぱりもう折れてしまって、プライヤーでグッと回しやったらポキッとも折れちゃったんでね。だからもう、魚一匹につき、まあ一本、消費したみたいな感じで、で、あっという間にもう6個がなくなっちゃったんで、まあ7個でやっててと。で、フック付きの重りは、あそこね、左側の方はね、結構ね、石がね、沈んでてね、その沈み石のところの、ちょうどこの石と石の間に引っかかってくるんですよね。そこでちょっとまあ根掛かり状態になるんでね、非常にちょっとまあ釣りにくいなと思って、まあそんな時に小田市さんこのまあ L 型の天秤をくれまして、で僕これでやってたんですよね。でまあ L 型なんで、まあ最近ちょっと L 型天秤全く使ってなかったんでね、使い方固定やったらもうね、どちらかに、道糸をつけて針をつけるだけやったんですけども、これはね誘導にもできるんで、まあ誘導にしてたんですよ。誘導にした場合、当然ここのこの大きな穴、この穴の方にこっち側のこの、寄り戻しのこれが入っていかないと誘導にならないんで、いわばこうせなきゃいけないよね。だから今こうなってるけれども、曲げ方が逆、ちょっと曲げてみましょう。こう、あ、ちょっとふにゃっとなっちゃった。こう前だ、こういう形にして、でこっちから道枝が来て、ここを通してここをフリーで通るというような、そうせなきゃいけなかったのが、まあ最近ちょっと使い方慣れてなかったんで、 L 型使ってなかったんで、しかも誘導式ってほぼ使わなかったんで、やってたらこの形でやるとね、結局こういう風に、当然ここでこれが当たっちゃうんで、それ以上引っ張ると当然こういう風になっちゃうんでね、おかしいなと、なんかおかしいなと思ってたらね、逆やなっていうことがまあ分かってね、まあその後はもうちょっと固定にしてたんですけれども、まあそんな感じで、釣ってまして、まあまあ餌はね、まあ1週5回でやっててね、やっぱりキスはね、後半というかもう秋以降だったら、1週5回使わなくてもね、青い染でも釣れるんですけども、まだシーズン始まったばかりなんでね、やっぱり1週5回なんですよ、キスには。まあそれは分かってたんで、僕も最初はキス、1週5回使って。で、まあすぐにキス釣れて、あ、やっぱここはもう1週5回やなっていうことでね。で、1週5回でやってたんですけれども、やっぱ僕ね、片腕でね、つけるんがね、1週5回がとにかく難しくてね、でもね、途中で切れちゃったり、ついてるなと思ってあげたらもうついてなかったりとかね、もう大半がもうその、
餌をつけるもう時間に取られてしまう。でなおかつね、寝掛かりとかもあって仕掛けをまた盗み直したりとかで、まあ動画にもあったと思うんですけどもね、トップの一番最初のガイドが通ってなかったというね、とんでもないようなミスをしてて、途中でまた、切ってまた仕掛けを通し直してやってて、うん、まあ結局その、釣れる時間ってやっぱりちょっと限られてると思うんでね、やっぱりもうその証拠にやっぱ釣れてる時間でお弟子さんねバンバンケース釣られてたんでね、これはねもう今釣らなきゃいけないと思ってね一生懸命出たんですけどもね、まあもう次から次とトラブルがあって最終的に4、5回がやっぱりつけれないから、どうしてもねもう無理なんでね、途中からも青い染めやってたけどもやっぱり青い染めではね食わないですね今のキスは。まあそんな感じで、まあ結局釣れたのはもうキスはもう最初の1匹だけやったんでね、でまあなぜか知らんがこんな小さい7センチのカレイが釣れて、アイナメの進行が釣れてということで、あとまあフグに、はぜてゴム崩り達成というような、まあ恥ずかしいゴム崩りですね本当に。もうあんなのはもうちょっとね超過とは言えないような、まあ、寂しい超過やったんですけれども、まあ初めてのまあコラボで、まあ大田市さんともまあコメントではずっと何年間やり合ってたんで、だいたい人柄とかは分かっててやんでね、全くお会いしてもね、あもう、うん、動画で出てくる方はそのままだなっていう、本当にもうね気さくな方で本当にいい方でした。うん、もうねやっぱり雨がねやっぱりもう昼から降ってくるというのが分かってたんでね、釣りはもう午前中だけの釣りでしたけども、まあもうそれはもうね天候だけはどうしようも仕方がないんで、でまあ後で思ったんですけどもね、まあね駐車場も誰もいないで2台だけあったんでね、まあそこでね、まあクーラーの上に座ってね話した動画をね撮ってもよかったんですけどもね、もうやっぱりとにかくもう雨が迫ってきたんで、もう片付けるのに精一杯だったんで、まあそういうこともできなかったんで、まあそれはまあ初めてだったんで、まあ仕方がないかなということで、まあ次の動画からはもうきちっとまあ構成も考えてやっていきたいなと思っております。まあその後、ラーメン、推しラーメン屋に連れて行っていただいて、まあラーメンも食べてすごく美味しかったです。うん。まあ半日の釣りやったけども、まあ、大満足の釣りでしたね。まあ次回も、まあ、次回というかまあ、まあ夏になると思うんですけれども、まあまた楽しい、まあ、大地さんとのコラボ動画をやろうかという、まあ、計画もしますんで、また、楽しい動画を、これからも撮っていきたいと思っておりますということで、今回の釣りでの、ま、最後の挨拶動画とさせていただきます。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、それとですね、まあ、ちょっと最初の方に、今ね、僕、ポコチャっていうね、ライブ配信のサイトでね、まあ、カラオケでちょっと歌ってるんですよね。まあ、そこの部分もね、まあ、ちょっと動画撮ってますんでね、まあ、そこもちょっとまあ、挟んで、まあ、この後はちょっと入れますけども、まあ、配信機材とかもちょっと映しながら、まあ、そんな感じでやってますんで、まあ、ポコチャの方も、こんな感じでやってますということもまた、YouTube の概要欄の方にも入れようと思ってますんで、またよろしければ、見に来ていただければありがたいと思います。それではこの辺で失礼します。さよなら。帰り見て恥じることない足跡、山に残したろうか。